れが 変電所に。 電気は通じていないのか。 何をしようとしている！ 大切なコンテナを届けず、こんなところに持ってきてどうするつもりだ！
しいエキドナを消滅させるんだ。ここで無罪ならせばエキドナは。貴様、アポロン様の計画を無に帰すつもりか。私を忘れたか。私は君が要求するだけの研究費を与えたつもりだ。君のやり方に反対する河村も追放した。感謝される覚えはあっても、計画を潰されるような覚えはない。君と私の目的は一致していたはずじゃないか。エキドナを返したまえ。エキドナは渡さない。君がそこまで愚かだったとは残念だ。仕方ない、エキドナのためだ。ここで死んでもらうとしよう。エキドナを使ってどうするつもりだ。もちろん町中にばらまくのだよ。三坂新聞、そしてこの国の人間に復讐するためにね。私の故郷は奥富村を知っているか。私が子供の頃に疫病によって村人全員が死んだのだ。
わし一人を除いてな。国は、そして富坂氏は疫病が伝染するのを恐れ、火事に見せかけ、村を消滅させた。地獄の中で生き残った私は誓ったんだ。この世の人間すべてに私の故郷と同じ仕打ちを受けさせることを。もうお別れだ、速水君。わかるが、エキドナを渡せない。そうだ、君なら分かってくれると思った。残念だよ、君のように優秀な人材はなかなかいないだろう。よし、コンテナを運び出す準備をしろ。邪魔だな。おい、捨ててこい。
何をしたのか。分かっているのか。今まで散々好き勝手にやれたのは誰のおかげだ。言ってみろ。私の親や兄弟、学校の先生、旧友たち、優しかった村の人全員の無念さが分かるか。分かるか。何がジオフロンティアだ。何が市民のための知事だ。アポロン様、犠牲者の上にある繁栄に何の意味がある。おい、早見、答えろ、答えろ、答えろ、答えてくれ。アポロン様、ここは危険です。早く。私は早見雄二という人を探していました。殺された私の恋人の佐伯聡さんの友人です。でも早見さんは記憶を失っていました。早見さんは聡さんの部屋や自分の部屋を調べるうち徐々に記憶を取り戻しているようでした。そしてエキドナという殺人ウイルスを開発していたことを知って、その恐ろしさに怯えていました。早見さんはエキドナの威力を目の当たりにして、僕の研究でこんなことにと後悔していました。私は無念の死を遂げたサトシさんの意志を継ぐため、私がエキドナを処分する、そう決意しました。早見さんは私に一緒に行こうと言ってくれました。エキドナの処分には強い電流が必要でした。私たちはエキドナを変電所に曳航しました。エキドナに電流を流そうとしたその時、アポロン田辺知事に阻まれました。早見さんがエキドナは渡さないと言うと、田辺知事は容赦なく早見さんを撃ちました。田辺知事が去った後、私は彼に駆け寄りずっと泣いていました。